仁徳の英雄劉備は医療の戦を終えると静かに世を去った。蜀漢の帝位は劉備の志士劉禅が継ぎ、諸葛亮がその補佐となる。諸葛亮は孫吾に使者を送ると関係を修復、両者の名を新たにした。またその後諸葛亮は異民族の多い南中へと出兵、かの地を滑る大王孟獲を振幅させ、一帯を平定した。これで孝子の憂いなし、覇道を進む大国魏を倒し乱世を終える。4年に及ぶ入念な準備を経て、諸葛亮は魏に対し北伐を開始した。まず北の各軍を制してから長安へと進み、その先の巨匠を目指す。道は遠大、しかし何としても亡き劉備の悲願を遂げるため、自らを奮い立たせ、諸葛亮は魏が守る天水の地へと向かった。趙雲、正妻、そして新帝劉禅も各々の思いを胸に戦場に立つ。託された思い、果たしてみせる。劉備殿のことは悲しいけど、立ち止まってばっかじゃいられないよね。俺たちで作ろうよ、陣の世ってやつをね。劉備殿はもういないんだよな。親父たちが連れてっちまったのかな。それはわからない。だが今こそ力を尽くすべき時だと思う。ああ、そうだな。俺たちで蜀を守って陣の世を作ろうぜ。きっとそれが親父たちの望みでもあるんだよな。劉備殿を失い、蜀の誰もが沈んでいる。それでも私たちは戦い進まねば。劉禅様のもと陣の世を実現するまで。父上亡き今、私に何ができるのか、そなたの意見を聞きたい。劉禅様、お父上の偉大さに応じませんよ。劉禅様は劉禅様なのです。ただ民を思った劉備殿の心は忘れなく、陣こそが我ら蜀を導く光なのです。そうか、陣だな。分かったぞ。この劉公子、深く心に刻もう。それで諸葛亮、この戦どうすればよいのだ。天水、南安、安定、三軍を得てこの地を制します。しかし魏軍の守りは固いでしょう。そこで趙雲殿に敵を引きつけてもらいます。その間に我らは急ぎ天水を落とします。後のことはその都度ご説明いたしましょう。そうか、諸葛亮の言う通りにしよう。では行くぞ。この北伐の果てに陣の世を勝ち取ります。まずはここ天水の周辺を制圧しましょう。わかりました。北伐の主催必ず勝利。まずは天水を制圧しましょう。ですが城の前は敵が邪魔です。あの時を引きつけた数字、その間終わり、私たちはここで敵を迎撃しましょう。
私たちも侵入を開始しましょう。これで私はここで止める。私がいる限り天水の地は渡さない。なかなかの槍の使い手と見える。いざこの超支流がお相手に立つ。
定城へ向け進軍を開始した模様です。諸の軍師、諸葛軍、やはり相当の知恵者だ。警戒するよう、はい、みんなに伝えなければ。お前の武器、興味深いな。もっと見ていたい。なんという武勇。敵将、討ち取った。同じ要領でいけば難しくない。撃ち取った。
さか脅威め諸君に寝返ったか。ナウアンまでも私の力が足りないばかりに。伝令、脅威は北西へ向け進軍中とのことです。こうなってしまっては仕方ない。せめてバジュン殿の退路は確保しなければ。何、安定もナウアンも陥落しただと。俺は退却する。お前たちは足止めをせよ。たやすく脅威を疑うのか。彼はあれほど奮闘しているのか。あなた方の敗因は一つ、脅威。これ以上は言わずとも分かりますね。脅威、脅威がどうした避けない人、終わりだ。その器は誰も従えることもない。これで脅威は孤立しました。あの脅威は何か気を持っていた。僕ならあんな思いしないだろうな。バージュン殿の退路を守らなくても、お前たちはこの脅迫薬が撃つ。なぜ私をもてあそぶような戦を。これ以上の気恥を。さあ首を撃て。失礼しました。ですがこうでもしないとあなたと話せませんでした。脅威、共に行きましょう。私はあなたの英知が欲しい。ようやく諸葛亮殿の意図が分かった。脅威、その武勇も見事。ぜひ私たちの仲間として戦ってほしい。黙れ。人を陥れて何が共にだ。私は義の将だ。その義の将たちはあなたを置いて逃げた。悲しい思いをさせてしまったのだな。だがそれもそなたを求める一心ゆえ、お願いだ。どうか私たちと共に仁の世を目指してほしい。不思議だ。あなたの言葉は私の心を溶かす。あなたたちの陣へ案内してください。